はい、アザラシ農園343日目でございますけども、すっかり日が落ちてしまいました。この状況でお伝えできることは何もないと思うので、ちょっとそれに明日ちょっとしたいことあるのでね、今日はね一旦置いて明日もう一回撮り直します。ほい、はい、アザラシ農園343日目の次の日でございます。次の日のすっかり夕方ですけども、こんな風にね結構様子が変わってます。黒マルチの中に、黒マルチの中にというかに、これはトマトかな、トマトが植えられてる。これはピーマンかな、あっちはトウモロコシかな。苗が植えられてますね。親アザラシが植えたんでしょう。植えたとなんか夕食の席でどうやってた。これは冬の間にドームをかぶせたインゲンですね。これもツルナシインゲン違うよな。これはなんかアイスプラントみたいだけど、なんだろう、わからない、わからない農園。これとかもなんか芽が出てるよな。これはジャガイモか、ジャガイモだね、はい、この辺多分ジャガイモが植えられてます。冬の間頑張ってくれた茎ブロッコリーですけど、なんかまだいけそうな雰囲気を醸してるっていうか、葉っぱが大きくなってますね、うん、玉ねぎもいい感じ。あの草抜いとくか。ほい、これはキュウリと、明らかにキュウリではない何かが植えられている。これは何だ、これは何でしょうね。キュウリなのか、これもキュウリ、わからない。まあそんなことは置いといて、今日やりたかったのは他でもない、この冬越しさせた一年もののピーマン、これを植えていこうと思います。もうあそこにピーマンあるじゃんって思うけど、これは俺が、これはアザラシが1年かけて育てたピーマンなんでね、しっかりやっていくよ。もうなんか実がちょっとついてるのがいいね。でいきましょう。でも植えるところがねないけどね、植えるところ、ここに植えようと思う。ここに植えるっていうか、あの土かぶせて畝っぽくしようと思います。まあ、こんなもんかな。私の辺344日目になったのかな。でした。